こんにちは、先生。奥空彩音です。この会場の雰囲気はどうですか先生は楽しめてますかはい、よかったです。先生のこの後のスケジュールはどんな感じなんですか差し支えなければ教えていただいても。え スケジュールは立ててないですかそ、それはどうなんでしょうう,ーんうん、先生スケジュールを立てませんかや、やはりこういったイベントを楽しむにはスケジュールを置くものが大事だと思うんです この会場には様々な催し物や展示、食べ物、飲み物が盛りだくさんですし、先生に会いたい生徒がいっぱいいるんです。その数少なく見積もっても100人以上です。ちゃんとスケジュールを立てないと時間管理が難しいと思いませんかもしよかったら私がスケジュールを立てて管理もしましょうか 先生もご存知だと思いますが、私、そういうの得意なので。え大丈夫私は私で楽しんでほしい、ですかそんな、別に遠慮なさらないでもいいのですが。はい、わかりました。でも、もし手伝えることがあれば、 私は部室にいるので声をかけてくださいね待ってますから